こんにちは、ギャーライです。今日はですね、なんと横浜のランドマークタワーにやってきました。今日はね、ここで夜景を撮ろうと思います。いやー、しかしね、ここまで来るのにね、すごい一苦労ありましたよ。なんかね、ランドマークタワーに車止めてね、地下の駐車場、そこからここまで出てくるのにすごい迷いました。いやーね、建物の中の地図はきちんと見るべきですよ、皆さん。早っ。このビル自体はね、360度パノラマで見れる感じのビルっぽいんですけどね。混雑時の三脚一脚自撮り棒の使用禁止。混雑しなかったらいいかな。まあそんな人に行かないから大丈夫かな。こっち側がやっぱ夜景として有名な向きですかね。観覧車があって、なんかあの予告はない、なんか形のビルがあって、で今日はね、豪華客船が泊まってるんですね。1番なんと、ああなるほどな。こっちも一応セレブリティミレニアムは見れるんですね。ただ観覧車が若干ビルに見かけれるっていうのと、いうのがちょっと残念かな。でもなんか町夜景はこっち綺麗そうですね、この感じで。でこっちが南西方向、こっち向きだとね、夕日が拝めますね。わー、工房めっちゃ良き、天使のはしご。しかもあの山がどうやら富士山らしいです。日本の美しいもの、寿司、天ぷら、富士山、パラキリ。はい、とりあえずカメラの方はセッティング完了。インターバルタイマー撮影で1200枚を約3時間ぐらい撮ろうと思います。結構ね、いろんな被写体があるんでね、つどつど Z6II の方もタイムラプスを回していきます。それではご視聴ありがとうございました。ではバイバーイ。セレブリティミレニアムのバイバーイ。横浜バイバーイ。